東京五輪サッカー女子1次リーグ日本一のゼロチリ27日 Q&A スタジアム宮城。2011年 W 杯ドイツ大会で大会得点王と MVP を獲得した澤穂希さん42が試合後リモート取材に応じた。1次リーグ突破を決めた日本代表についてドキドキしながら見ていた。勝たなきゃいけない中で勝ち点3を取れたのは良かったとまずは安堵した。初戦、2戦目に比べ試合内容は向上。課題、修正点はたくさんあったけど1、2試合目よりサイド攻撃だったりクロスの配球だったりは良かった。前半は背後を取る動きも見られた。次につながるプレーは何点か見られたと評価した。一方で一発勝負の決勝トーナメントを勝ち上がるにはまだまだ不十分。2、3度追いする選手がいない。1回で終わる。もっとプレッシャーをかけないと。決勝トーナメントでは相手の思うツボになると語った。そんな中、自身の背番号10を受け継ぐ FW 岩渕真奈は気持ちが前面に見て取れた。足が 100% じゃない中で張り切った。残り5分でもプレッシャーを与えた。いろんなプレッシャーはあるけど一人だけで背負うものではない。仲間がいる。サッカーはチームプレー。苦しい時は仲間に助けてもらい、自分も仲間を助けられる。辛い時、苦しい時は仲間に頼っていいよ、とエールを送った。決勝ゴールを決めた FW 田中美南に関しては体が強い。ボールをキープしてポストプレーが上手。振り向いてからのシュートも速い。仕掛ける能力が高いと絶賛した。苦しみながら予選突破。コロナの中での調整の難しさを一因に挙げながらまだまだコンディションは上げていける。上げていかないといけないと強く求めた。自身が主力の頃と比べても技術的には今のなでしこのメンバーは高い。ただ泥臭さ、がむしゃらさがまだ物足りない。鮫島、宮間とか体を投げ出してシュートを打たせなかった。佐々木監督のやり方はウォーミングアップでスライディング練習をさせて試合前にソックスがすごい汚くなっていた。今のなでしこはみんなうまい。綺麗なサッカーをしている。ただ打たれちゃまずいところに足を出す。切り返されても立ってスライディングに行くとか体で表現してほしい。がむしゃらさを見たい。これからはそういうのが必要。身体能力の高い強い相手にうまさだけでは勝てない。見ている人が感動するひたむきな人に伝わるプレーを見せてほしい。今のなでしこの選手ならできると思うと気持ちの部分を訴えた。